ラノリンはウールに覆われた動物の皮脂腺から分泌される老である。英語ではウールワックス、ウールグリースとも呼ばれる。ラテン語でウールを意味するラナと油を意味するオリアムに由来する。人類によるラノリンの利用はウール生産を目的とした家畜羊の飼育から始まった。歴史的には多くの薬局法がラノリンをウールファットとしているが実際は ラノリンはグリセリドを欠き、真の脂質ではない。代わりに、ラノリンは主にステロールのエステルで構成されている。ラノリンの持つ、防水性のため、羊の皮は水を引く。特定の品種の羊は、多量のラノリンを生産する。繊維の直径とラノリンの量には、逆相関の関係がある。自然界における、ラノリンの役割は、ウールと表皮を、気候や環境から守ることである。 また、外皮系の衛生にも寄与していると考えられている。ラノリンとその多くの誘導体は、人の皮膚の保護、美容製品にも広く用いられている。高純度のラノリンは、重量で約97%の調査の脂質エステルであり、残りは、ラノリンアルコール、ラノリン酸、ラノリン炭化水素等である。ラノリン中には、これまでに200程度の異なるラノリン酸と100程度の、 異なるラノリンアルコールが同定されており、そのため約8000から2万と推定される異なるタイプのラノリンエステルが存在する。調査エステル、ヒドロキシエステル、ジエステル、ラノリンアルコールからなるラノリンの複雑な組成は、それ自体が価値のある製品であるとともに、幅広い性質を持つ様々な物質の合成の出発物質となる。主な誘導体化法には、加水分解、 分割結晶化、水素化、アルコキシル化、4級化等がある。これらのプロセスにより得られるラノリン誘導体は、高付加価値の化粧品や、スキンケア製品に用いられる。ラノリンの加水分解により、ラノリンアルコールとラノリン酸が得られる。ラノリンアルコールは、皮膚脂質の重要な成分であるコレステロールを多く、含み、強力な乳化剤でもあり、 スキンケア製品として100年以上も使われてきた。特に、ラノリン由来の酸の約40%はアルファヒドロキシ酸であり、スキンケア製品への AHA の利用は近年大きな注目を集めている。ラノリンから管理される AHA の詳細は以下の表の通りである。ラノリン軟膏ラノリンとその多くの誘導体は化粧品やヘルスケア製品に用いられてきた。また、 潤滑油、錆止め剤、靴磨き剤等のパーソナルケア製品やヘルスケア製品、その他の市販製品でも見られる。ラノリンは比較的一般的なアレルゲンで、羊毛のアレルギーと誤解されることも多い。しかし、ラノリンを含む製品へのアレルギーを正確に示すことは難しく、ラノリンのアレルギーが疑われるときにはパッチテストが行われる。また、 赤ちゃんのスキンケアや母親の乳頭痛の治療にも用いられる。産業的には錆止め剤や潤滑剤等の多数の製品に用いられる。また、スクリュープロペラや線尾の歯車に満脚類を付着させないために滑りやすい表面にするため用いられることもある。さらにその防水性のため腐食が問題になる場所での潤滑剤グリースとして重要である。照射により、 これカルシフェロールを生産するための原料としても用いられる。野球選手はグローブを柔らかくするためによくシェービングクリームにラノリンを混ぜたものを用いる。無水ラノリンは金管楽器の変調スライドの潤滑剤としても用いられる。またラノリンは布をむつ等のウール製品に防水性や防音性を持たせるために用いられる。カーメックス等のリップクリームにも用いられているが、 唇がヒリヒリする人もいる。牛足油、蜜蝋、グリセリン等と混合したものは、比較処理に用いられる。アララノリンは、重量で刈られたウールの5から25%を占める。一等のメリノ種のウールから約250から3 0 0トルのウールグリースが得られる。ラノリンは、特殊な海面活性剤と共にウールを熱水で洗う、ことで抽出される。ウールグリースは、 この洗浄過程で遠心分離により分離され、有点に約摂取38度のワックス状の物質に濃縮される。ありがとうございます。